今日も始まりました、ママアイドルフワリーの部屋です。じゃあちょっと自己紹介します。はい、私は岐阜在住で、名古屋や岐阜のライブハウスやイベントなどいろいろなところで歌を歌わせてもらったり、こうやって配信をしたり、たまにメディアとかも出させてもらってます。西尾のご当地アイドルアイドルズのフワリーとしても活動しています。はい、では今日も素敵なゲストに来ていただいてます。エリアからシナ&チャームのお二人です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、というわけで今日配信日がですね12月25日ということで、クリスマス当日ですね。はい、はい、せーの、メリークリスマス。イエーイ。ちょっと早めなんで、今頃何やってるかなと思うんですけど、見てくれてる人がね、今クリスマスをちょうど楽しんでるかなって思ってる、うん、って感じなので、はい、はい、ちょっと私クリスマス意識してみたんですけど、本当可愛いです。ありがとう。よろしくお願い。よろしくお願いかな。ちょっとまだまだ、はい、足映ってないけど、足も結構ね、セクシー。スカート半分から下、足が見えてます。ここだけのとこ。ね。二人はいつもカラフルだよね。そうですね、うん、結構。宇宙人ついてるよ。そうそう、宇宙人。これ、なんていうんですか、ピンクに。本当は緑なんです、ね。あ、本当だ。色が変わっちゃった。私今気づいた。本当だ。これ、緑なんだけど、ピンクになってる。そうなんですよ。すごいびっくり。ベルトはピンクのまま。ベルトは、はい、面白い。ベルトはピンクなんで色合いが良くなった。色合いが、あ、良くなった。ヨッコちゃんはね、前出てもらったことあるんですけど、シナちゃんは今日初めてなんで、はい、じゃあ最初ちょっとシナちゃんのことを教えてもらおうと思います。はい、まずじゃあおいくつなんですか。今17です。お、17歳。知ってましたか皆さん、年齢。大人っぽいですよね。19歳ぐらいと思った。あんま変わんない。あんま変わんないんだけどさ。いやいや、2歳にはでかい。2歳はでかい。そう、その子で17と18の壁は大きい。そうなんだ。18と19じゃないんだ。18から選挙権あるから。あ、選挙権18から。あ、そうっすね。そうっすね。あ、18からだ。そう、え、そうだよ、変わったんだよ。この前の選挙も、同い年だったから。遠い昔だから分かんない。じゃあその私たちの頃は20歳からなんですよ。あ、これちょっと違うでしょ。でもそれは、それは一緒じゃん。年は結構違うけどね。一回り違うんだよね。一回り。で、ここ一回り近くは違う。一回りまでいかないけど。そう。ギリギリ。ギリギリ。ワン、ツー、スリー。そうそう。ワン、ツー、スリー。シナ&チャームさんなんですけど、すごいね、活動を活発にされているということで、CD とか行ったっていう、もう2枚も出てる。じゃあ、はい、その話はね、じゃあちょっと聞きますね。はい、じゃあ今売ってる CD は何ていう CD がありますか。今は、フレグランスウィンドっていう CD と、あとファイアワークスフェスティバルっていう CD2 枚を物販で、手売り CD で売ってるのと、あとその2曲両方、配信も全世界に、おー、全世界で配信しております。1曲目はどっちかって言ったら春、そうですね、春がテーマで、フレグランスウィンドの曲は、爽やかな感じ、ちょっと可愛い女の子の応援ソングになってて、2曲目がのファイアワックスフェスティバルが、もう名前の通り花火大会っていう夏の曲になってます。はい、なるほど。で、ただいま新作も制作中だとか。はい、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 新曲、あ、今作ってる新曲は何て言ったらいいの。なんか、あ、今、あ、かかってもらってるやつは、スノーっていう曲なんですけど、まあ、いろんな意味も込めてスノー、だから雪以外に。そうなんですよ、雪以外にも3つぐらい意味があって。え、どんな意味があるの。普通に雪っていうと、あとは白雪姫の雪と、あとは今自撮りのアプリで、あ、スノーね、あれを書いて、え、すごい気になる。歌詞とか超知りたい。結構を嫌味な、嫌味、ちょっと女の子に対する嫌味を下ってます。そう。で、初めて
やっこちゃんもギターの曲でやったりとかで、めっちゃ聞きたい。え、歌って。え、それは CD で聞いてるというわけで、ね、はい、今、収録の時点では制作中なんですけど、これを配信してるクリスマスにはもう販売されているということですね。はい、というわけで、2人が出演するライブで手に入りますので、私も早く聞きたいなって思っています。やっこちゃんの歌とかどんな感じなんだろう。それはちょっとゾッとするかもしれない。でもレアね。レアレアレア。っていうか、阿部さんが聞きたいって言ってたんですけど、はい、2人ともすごい髪色が派手髪で、はい、しょっちゅう色変わるんだけど、なんかカツラなんじゃないかって言ってるんですけど、そう地毛です。ですよね。ごめん、大丈夫、大丈夫、地毛です。ちょっと痛みをかけてて、また多分これ放送してる頃にはまた別の色になってる。でも何ヶ月に1回ぐらい変えてみるのかな。1ヶ月に1回とか2人ともすごいおしゃれとかにこだわりがありそうだよね。こだわりではないかも。私はこだわりなんか、でも私変なこだわりがあるかもしれない。どんな変で、なんだろう、なんか、なんだろう、それぐらいとあれなんだけど、絶対厚底を履く。ああ、厚底はぺったんこの靴を履きたくなってる。足が長く見えたい。そうなんですよ、下の底なんで。そう、そんなことないじゃん。そんなことあるんですよ。身長何センチですか。身長160ぐらいで、何センチのヒールっていうか厚底履いてるんですか。え、何センチ。今履いてるのは10センチぐらい。これより、うん、もうちょっと高いかな。じゃあ合わせると175ぐらいですか。すごい大きい。やっこちゃん結構背低いよね。私背低い、151ぐらい。あ、同じぐらい。そうなの。私の方がちょっと大きい。ちょっと大きい。 0.5 ミリぐらい。そう変わる。あと、そうそう、しなちゃんのこともっと聞くんだった。はい、聞くんだった。聞くんだった。じゃあね、はい、普通に好きな食べ物は。好きな食べ物ですか。私、炭水化物が好きです。うどんとか。あ、うどんとか好きです。でもうどんは太るくくりが大きいよね。パスタとかじゃないんだよ。でも好き嫌いが多くて、うん、生が基本ダメで、うんうんうん、刺身とか生野菜とかがダメで、うん、野菜のなんか煮てあるか、うん、炒めてあること。でもまあお腹は壊さないよね。そうそうですね。でもお寿司屋さん、寿司ロー、回転寿司だよ。いいんじゃない、寿司ローぐらいは食って出しても。イクラと納豆しか食べない。あ、そうイクラ生だよ。イクラはなんか塩漬けだけ。はい、イクラなんか醤油、醤油おいしいじゃないですか。おいしいですか。よくメンバーで、エリアのメンバーで回転寿司最近よく行くんだけど、イクラか納豆しか食べない。カニカマ。カニカマでもない。カマ食べたことないですね。カニカマ食べたことないの。怖すぎです。カニダメかな。カニじゃないもんね、あれ。カニじゃないじゃん。肉まんみたいな。のなんか潰したやつ。そうなんですか。スープなのか。どっちかっていうと半分なんかの中の。うん、笹かまは笹かまだよみたいな、みたいな、ちょっと、まあ、似たようなもんだよ。似たようなもんだよ。今度機会があったら食べてみます。本当かよ。今日クリスマスだから、はい、本当の今頃は二人は何してる予定ですか。なんかあります。多分、まあ、一緒にケーキ食べてるじゃないですか。ケーキ、そうですね、メンバーのレオにケーキを作って、うん、レオくんケーキ作れるんだ。そうなんですよ、結構美味しいですよ。本当に誕生日だったんですけど、先月、うん、ミルクレープ作ってくれる。すごくない。手作りでクレープ一枚一枚焼いたの。行きました、朝で、そこにクリーム挟んで、あ、だって挟んだので、フルーツジャム挟んで。すごい、びっくりした。なんかもう見た目めっちゃワイルドで、なのになんかケーキとかなんか乙女なことやったりしちゃって、心の中に乙女が住んでるんだね。でもなんか他にやるのって言ったら、パスタを麺からやったって。すごい、そんな質問なの。アパーをこうやってなんか引いて、それ夢じゃないか。なんかおちゃんよく夢に
メンバーが出てくるとこの前なんかレオとヤッコさんでお皿を割り合ったりとかしたら大丈夫疲れてないレオがヤッコさんガンって割るのに私はなかなか割れなくてなんで私は割れないんだよって言って下チッてして自分の下打ちで折ったなんか結構壮絶そうちょっとなんか分かったあのさあれだレオくんをライバルとして見てるんじゃないお皿割るライバルですかそうそうお皿顔が超えたい顔が超えたい音楽活動の上でライバルとして見ててなんかもうレオくんめっちゃ頑張っててもうレオあいつめみたいなレオの時の曲再生したらんてバツ DJ 放棄やバツ DJ 放棄嘘そうそう DJ なんですよ本当はポスパーっていうのもあるんですけどDJ だけで歌もね、そうそうそう歌える DJ、やっこ。あのね、ね、全然変なこと言っていい？あの昨日、某世界の終わりっていう人たちのライブをね、テレビで見ていたの。はい、そしたらさ、ずっとあのピエロの人ずっとこうやってやってるだけじゃん。あはいはい、後ろの方、うん。何してるのかなって。必要性に疑問もうそれ言ったらもう DJ 出番ないからだってだってお面かぶってるしさそうだエリアにも仮面かぶってる人がいるそうだよねそうで彼も DJ で彼も DJ だし、ね、あの元をたどれば私もそこにいた、うん、仮面 DJ で仮面かぶってたの私も仮面かぶってましたもったいないあのでも顔は出してここにだけあそういう意味か、ね、顔隠してたかと思った可愛い顔隠してたコンビでやってたんですえそうなんだ知らなかった私がまだ入る前、うん、え何の仮面をここに同じえあの仮面を隠れて知られざる過去知られざる過去あんまり出なかったです4人今もそこまで出てないけど出れるように頑張りますはい、頑張っていただきたいじゃあ、シナンドチャームさんのこれからの目標とかをどうぞそうですね、やっぱりやるからには大分かっこいいうん、思いますはいなんか、この、例えば武道館とかそういう、なんか、はい、箱、はいはい、ここのライブが目標みたいな、でもやっぱりとりあえずなんかその一つの箱を自分たちのお客さんだけで埋めてそこでライブするっていうのもまだないので気持ちいいだろうねといった話してます、なるほどじゃあまあ一歩一歩着実にっていう感じですね、はい、ありましたではですね名残惜しいですが名残惜しい宴会みたいなやつ宴会お知らせしたいこととかありますか？お知らせ、ツイッターはなんかここにあるんですね。じゃあ、これがしなちゃん、これがやっこちゃんのツイッターがあるので、はい、はい、フォローしてください。フォローしてください。はい、あ、2人はフォロワーは競ってます。競ってます。今のところ誰が1位ですか？はい。おお。じゃあやっこちゃんはそれを見続けるように頑張ります。フォローしてください。フォローしてください。あとは、新年明けて1月10日に、新栄のスペードボックスさんで、私たちエリアで主催でやらせてもらってるギャザリングっていうイベントがあります、毎回テーマがあって1月は、新年会っていうテーマでやらせていただきますのでみんなでパーッとそうなんか多分飲めるから、うん、多分結構楽しめるような会になると思うのでぜひ遊びに、ね、フリーなので遊びに来てください、はいはいはい、私も発表というか、はい、シナンドチャームさんの所属されてる、エリアの、プロデューサーなんて言えばいいの音楽プロデューサーのゆやさんに作っていただいた「キラキラルナティックガール」という曲が、あります、それはですね曲は、ゆうやさんに作っていただいて作詞は私がしましたありがとうございますでそれをねまたライブで皆さんに聴いていただきたいと思ってますのでよろしくお願いしますお願いしますお願いしますまた共演もお願いしますお願いしますその時はやります DJ やってくださいやりますボタンを押しまくる
というわけで今日は、シナ&チャームのお二人に来ていただきました。じゃあふわふわふわりやりましょう、はい、しせーの、ふわふわふわりバイバーイ、メリークリスマス。